ネットで見つけた怖い話。第6510話、事故の記憶。28の時、ふと思い立って自動二輪の免許を取り、オフロードのバイクを新車で買った。納車の日、バイク屋さんが自宅でバイクを開花してる時、母親が後ろから見てて。また買ったの？今度は事故らないでね。と俺に言った。え？と振り向くと。前にもこんな大きなバイク買って、事故起こして入院したじゃない。と母親が続ける。その時俺も、似たようなオフ車で事故って、大腿骨骨折で1ヶ月入院したことを思い出した。いやいやちょっと待て、俺は、学生の頃は原付きのスクーターに乗ってたものの、社会人になって車にしか乗ってなかったはずだ。二輪の免許取るまで、バイクのギアクラッチの使い方すら知らなかったし、こんな大きなオフ車になんか乗ったこともない。それっていつのことだっけ？母親に返してみたら、母親もあれ？って感じの表情。その日の夜、もう一度母親と話し合ったが、どうにも釈然としない。俺も母も、俺の事故の記憶があり、入院の記憶もある。しかし、どう考えても時期もはっきりしないし、免許を持っていなかったから、乗るはずがない。母親の方も俺が事故った日、仕事が休みで俺の事故の知らせを受け。入院用の荷物を病院まで持ってきた覚えはあるが、妙に記憶が曖昧だという。そこへ弟が仕事から帰ってきた。弟は県外の高校へ行き、そっちで就職し、3年前父が他界した時帰ってきて、地元で再就職。弟が覚えていたら、事故は3年以内の出来事のはず。果たして弟も覚えていた。見舞いに来たやん。と呆れる弟に、どこの病院だった？と聞くと、黙り込んでしまった。記憶としての事故はあるのだが、事実としての事故がない。しかも、家族全員どころか会社の記録さえ。俺は、一月休んだはずなのに、タイムカードは休んだことになってない。バイクで出勤すると、皆が、またバイク買ったの？また事故るなよ。と声をかけてくる。仲の良い社員数名と上司に聞いても、同じく俺の事故と入院と見舞いの記憶があるのに。いつ、どこの病院という記憶がないのだ。ここまで来ると俺が事故りそうな話なんだが、まあそんなこともなく、それから10年が経つ。今は結婚もして、バイクは売って車しか乗ってない。あの時のことは未だに不可解。279。自分、原付きのスクーターで事故、頭も打った。周り、原付きをバイクと混同、これで解決だ。287。その可能性も考えたけど、一番証拠になる俺の足の傷がない。記憶では、大腿骨を固定するためのボルトを入れたから、足に傷がないとおかしい。次に考えた可能性は、入院したのが俺でなく別人の可能性。しかしそれだと、例えば会社の誰かが入院したのなら、母親や弟が見舞いに行くはずがない。例えば弟が入院したのなら、会社の人間が見舞いに行くことはない。実はさらに、友人数名も俺の事故のことを覚えてた。やっぱり事故ったのは俺なのだ。あと、大学を卒業して就職が決まった時、友人の父親がワーゲンコレクターで、お祝いに一台もらったのが、俺の車人生の始まり。だから会社の人間は、俺がスクーターに乗ってたことを知らない。292。推理。279の大親友がバイクで事故った。その人は279の家族全員から好かれていたため、みんなでお見舞いに行った。その記憶が混同している。また、就職してから上司や同僚がいるところで、事故って怖いですよねー、こういうことがありまして、と話をしたら、皆が自分の知人にお見舞いに行った記憶に結びついた。んなことはないか？ 299、298、ID、UHBTFOXXO。292、入院したとき、医療保険などの請求した？あと、そういう時は会社に高額医療控除の書類を提出するはずだから。
何がしかの書類は残ってるはずだよ。294。俺もその可能性。別人が事故ったのを勘違いしてる。が一番強いと思ってたんだけど。手術とリハビリのリアルな記憶があるんだよ。別人ならそれがないと思うんだよね。バイクに乗ろうと思ったのは、ある日夢で大きなバイク。オフ車ね。に乗ってる夢で、バイクの爽快感が妙に忘れられなかったから。大会に出るとかじゃなく、野山の道なき道をガンガン走り回りたかったから。299。その辺が母親の記憶が曖昧な部分。それにうちは馴染みの保険屋がいて、必ず任意保険にも入る。そういえばその保険屋は、俺の事故に関しては何も言わなかった。会社には入院するような事故や大病で休んでも、3ヶ月は給料が出る制度があるが、経理の一人が、俺がバイクで出勤した日に俺の事故と入院を思い出して、しかし、上記の制度を利用した人間が一人もいないことに矛盾を感じたらしく、俺が尋ねるより先に、〇〇、俺、さんは事故って入院したことありませんよね？俺の勘違いかな？と言って、俺の入社時からの資料を見せてくれた。そこで、縮小コピーされたタイムカードなどを確認した。ネットで見つけた怖い話。第6511話、猫の声。不可解ってほどじゃないけど、笑。俺は、アパートの2階に住んでいるんだが、下は親の車入れる車庫、ガレージ、になっている。いつだったか、その車庫に野良猫が住み着いて、赤ん坊を産んでしまったことがあった。そん時、真上に住んでた俺が泣き声で気づいた。そして先日のこと、真夜中に寝ようかと電気消して布団に入ると、にゃーにゃーと猫の声が聞こえてきた。まさかと思い畳に耳を押し当てると、やはり真下の車庫から聞こえる数匹の猫の声。またか。と思い、電灯を持って下に降りて、シャッターの前に立った。ひときわ聞こえるにゃーにゃー声、面倒くせえなと思いながら、よいしょとシャッターを上まで持ち上げた瞬間、中からおばあちゃんが3人、のその外出てきた、わら。え、ちょ、なんで、とテンパってる俺を尻目に、おばあちゃんたちはどっか行ってしまった。その後、テンパってわけがわからぬ状態のままガレージ内を点検したが、猫はいなかった。あれって、おばあちゃんが猫の真似してたのかな？ちなみに親には、まだ話してない、わら。495。そのばあちゃんたちの風貌はどんなんだったの？三つことか勘弁、わら。510。495。ID。LFRWSX3RO。508。風貌は暗くてあんま見えなかったけど、普通にその辺にいるおばあちゃんって感じだよ。小さくて白髪で、腰が少し曲がったような。三人のない一人しかちゃんと姿を確認できてないけど。確かみんな同じような風貌だった。ネットで見つけた怖い話。第6512は、高一くん2分の1。オチらしいオチもないんだけど、自分的に腑に落ちなかった出来事。結構長いけど、お付き合いください。10年前、当時付き合っていた彼女と俺の家にいた時、彼女の携帯が鳴った。普通に、もしもし。って出た彼女。だんだん怪訝な表情になってくる。俺の方見て、首をかしげたり。だから、どうした？って聞いたら、携帯のマイク隠して、よくわかんないから、変わって、と。俺が？って思ったけど、出てみた。もしもし？って。すると電話の相手が、あ、変わってくれた。高一くん、私ちゃんと電話したよ。よかった。変わってくれて、女の人出たから、びっくりしちゃった。とか言ってる、若い感じの女の子。でも俺、高一って名前じゃないから、誰にかけました？って聞いたんだ。すると相手が、え、高一くんでしょ？いつもと同じ声だもんね。ね。と。だからさ、ああ間違い電話か、と思って、違うんで、じゃ、
って電話切った。彼女にも、間違い電話でしょ。とか話してた。そうしたら、携帯がまた鳴った。番号も同じ。またかよって思ったけど、もう一度説明しようと俺が出た。いかかいは、俺、もしもし、相手、なんで切っちゃうんですか？俺、いや、俺高一じゃないからね。しかも俺の携帯じゃないし、相手、え？だって、昨日夢で教えてくれたよね？この番号、俺、え？夢？いや知らないから。夢ってなんだおっかねえ。多分間違いでしょ。相手、だって声同じだよ。昨日聞いてから、すぐ番号メモしたんだよ、俺。って言われても、俺知らねえから。相手、でも、高一くんから教えてくれたのに、俺。だから俺高一じゃねえから。相手、じゃあ、お友達になってください。え？友達になってください。意味がわからない。だから俺、え？なんて？相手、高一くんが教えてくれた番号にかけたら、あなたが出た。だから、きっとそういうことなんですよ。ね、仲良くしてください。俺、やばい人だ。この人やばい類の人だ。無理です。相手、なんでですか？せっかく高一くんが教えてくれたのに、俺。だからね、俺高一くんなんて知らないし、第一、この携帯彼女のだから。って言って切った。横で見てた彼女にも、以上のやりとりを教えた。で、怖いねーで終わった。それからしばらく、着信の番号を警戒してたけど、何もなかった。以上が10年前、19歳の頃。そして1年経って、俺20歳。友達などから、携帯を持て。という苦情が多くなってきたので、しぶしぶ自分の携帯を持った。彼女ともまだ続いてて、高一くんの話も特に出てこなかった。そんなある日、ドライブ中に、俺の携帯が鳴り出した。知らない番号だー、とは思ったけど、普通に出た。もしもし、と、すると、スピーカーから、高一くん、で、出たー。助手席の彼女に口パクで、高一、って伝えた。怖がる彼女。俺だってビビった。ビビりながらも、違います。と伝え、即切った。おっかねえ。と彼女と言い合う間もなく、再度鳴り出す携帯。さっきの番号だ。怖いから放置。でも鳴りやまない。彼女にも、出てみたら？てか、本当は浮気してんじゃないの？とか言われるし、しぶしぶ出ましたよ。そやさ、いかかいは、俺、もしもし？相手、やーっと出ましたねー、わら、俺はぁ、で、なんでしょう？相手、高一くんがね、また電話番号教えてくれたんです。俺、またが、何の話ですか？僕名前違いますが。相手、でも、一度お話しましたよね？ゾクッとした、すげえ怖かった。何より、相手の楽しそうな感じが不気味だった。でも、飲まれたら負けだ。と自分を奮い立たせた。俺、そうだね、俺だね、で、何の用ですか？相手、高一くんが、ここにかけてごらんって、夢で。俺、そうですか。でも俺には、高一くんから何のお知らせもないんで。相手、本当に、高一くんからは何も聞いてないんですか？俺、さっきも言ったように、何も知らないから。前回もそうだったけど、だいたい、高一って誰よ？相手、いつも夢で、いろいろお話してくれる人ですけど。俺、そうですか。でも俺の夢には出てこないんで。君も夢でお話しててください。俺には何の関係もないんで。そう伝え、切った。切ってから彼女に説明、浮気疑惑は晴れた。でも怖がってた。なんで電話番号知ってたんだろう。って、それは俺も怖いってば。そんなこんなで、いきなり2年経過。これまで話に出てた彼女と別れた22歳の俺。別れてから1年経って、気持ち変えるために、
携帯も D 社から A 社に変えてた。大学5年生で、就職決まらず焦ってた時期。単位はほぼ取れてたから、酒屋で配達のバイトばっかりやってた。そんな毎日。ある日の夕方、携帯が鳴った。知らない番号。一瞬ドキッとした。また高一女か？って。でも、前回の電話以来、高一女の名前で電話帳登録して、拒否リストにも入れてた。何より、お得意さんからかかってくることも多かったから、出た。もしもし、と元気よしく、聞こえてきたのは、スナックママさんの、酒焼けした声や、社長のダミ声でもなく。お久しぶりです。覚えてますか？はい、高一女。あの声だ。おっかねえ。なんだろう、怖い話聞いて、胃が上がってくる感覚。俺だけかもしれないけど、不安な時の気持ち悪さを感じた。でも勇気振り絞って、どなたですか？と聞いてみた。いかかいは、相手。覚えてますか？前にもお話したんですが、私です。みなです。この時、高一女が初めて名乗った。少し感心した覚えがある。少しだけね。ちなみに、地元の友人で、みなって呼ばれてる子は一人いた。というか今でも仲良し。だけど、声も全然違うし、頭に浮かびもしなかった。と、まあ名乗ってきたわけだが。俺、皆さんですか？ちょっとわからないんですが、みな、わかりませんか？私、高一くんにまた教えてもらって、俺、わかったで、何の用？みな、やっぱり、高一くんがこの電話番号を教えてくれて。本当にあなたは高一くんじゃないんですか？誰なんですか？本当に何も聞いてませんか？何度もごめんなさい、俺。何度も言ってきたよね。違う。何も知らないで、前に俺が高一じゃないって言ったとき、君もそれを聞いた上で、友達になってくださいって言ったでしょ？みな、すみません。でも、本当に教えてくれるんです。電話番号を。俺、だいたいさ、何回目かわかんないけど、毎回すげえ迷惑なんだよね。みな、3回目です。俺、もうやめてもらっていいかな。何？こういういたずら電話？他にもかけてるのか知らないけど、絶対他の人も迷惑だよきっと。今も俺、バイト中だしね。みな、あなただけですごめんなさい。また、夜にでも電話しちゃってもいいですか？高一くん、2/2、に続く。ネットで見つけた怖い話。第6513話、呼び鈴を鳴らすのは、昨日の夜23時の出来事です。軽くパニックなんで尻滅裂だったらごめんなさい。私は、オートロックのマンションに住んでいまして、マンションの外で呼び鈴を鳴らした場合、部屋のインターホンのランプは1番が点滅し、マンション内に入って部屋の前で呼び鈴を鳴らした場合、2番が点滅します。ここ3週間くらいの話なんですが、毎晩22時50分、23時の間に2番ランプ点滅の呼び鈴が鳴ります。最初は住人の誰かがエントランスのドアを開け話にしてて、その隙にセールスマンか誰かが入り込んだんだろうと、イルスを使っていました。もし友達や家族だったら来る前に連絡するだろうし、用事がある人なら何回もチャイムを鳴らすだろうということで、でも毎晩毎晩エントランスが開け放しなんて考えにくいし、もしかしたらマンションの住人か大家さんかも？と思って、そーっとドアスコープから覗きましたが誰もいません。毎回1回しか呼び鈴を押さないから、抜き足差し足でもたもたドアに向かってる間に帰ってしまったんだろうと思い、翌日は呼び鈴が鳴る前からドアの前でスタンバっていました。案の定いつもと同じ時間になる呼び鈴、すぐさま覗く私。誰もいない、あれ？もしかしてオカルト的な何か？と怖くなった私は、すぐさま友達に相談。真相究明のため、翌日泊まってくれることに、翌日23時、待てど暮らせど呼び鈴は鳴らず、
その次の日もそのまた次の日もならず、結局友達が滞在してる間は何も起きませんでした。まあこれで病んでくれたんだったらよかったわと思ったのもつかの間。友達が帰ったその夜に、ピンポーン。いつもは一回だけなのに、その日はチャイムの連打&ドアを派手に叩く音が、ピンポン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 、どん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 、ピンポンどんどんピンポンどんどんピンポンどんどん、もう怖くてずっと布団にくるまってました。すごい怖かったのになぜかいつの間に寝てたのも不思議です。その日も翌日もチャイム連打&ドア叩きが続きました。二日たち三日たち四日たち、怖いというよりも、だんだん腹が立つ気持ちが芽生えてきました。何の権利があって騒音をまき散らすのかと、姿も見せないでこそ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 しやがって。頭に来た私は、呼び鈴が鳴った瞬間にドアを開けて怒鳴ってやろうと思いました。それが昨日の話です。昨日、チャイムが鳴ったと同時に、誰やお前と怒鳴りながらドアを開けました。開けたと同時に空気の塊みたいなのがすごい勢いで私の横を通過し、部屋の中に入っていきました。それはものすごい突風で思わずよろけて尻餅をつくぐらい、空気の塊はそのまま一直線にベランダへと続く窓ガラスに突進。ガッシャーンと窓を割って外に出ていきました。私の怒鳴り声とガラスの割れる音を聞きつけてマンションの住人たちがわらわら群がり始めるも、私は、ただただ呆然。その後警察に行ったり大家さんに怒られたりしたんですが、記憶が曖昧です。今わかっていることは、窓ガラスが割れたことと、ベランダの柵がぐにゃぐにゃに曲がってたことと、空気の塊が触れた部分に小さい切り傷がいっぱいあること、ドアノブが外れたこと、だけです。一体これはどういうことなのか。あ、ちなみに今日は呼び鈴はなりませんでした。終わり。ネットで見つけた怖い話。第6514話、光一くん2分の2。俺、なんで、みんな、もっとお話したくて、仲良くなりたいんです私。俺、いや、しないでいいから。で、切った。前回までに比べると、話し方声が落ち着いた感じがして、成長してるんだな、って思った。でもやっぱり、必死さとかが怖かった。仲良くなりたい。って言われても嬉しくなかった。そんなこんなで、バイトも終わって夜、やっぱりかかってきた。出ないで拒否にしようか、とも考えたけど、どうせまた違う番号からかかってきそうな予感したし。腹くくって出た。俺、もしもし？みんな？あ、みんなですけど、電話しちゃいましたごめんなさい。俺、うん、俺しないでって言ったよね？みんな？俺、さっきも言ったけど、俺は、君と仲良くできない。だから話すこともない。わかる？みんな、そんなに何度も言わないでください。落ち込みます、俺。あ、何かごめん。まあでもさ、そうなんだよ、みんな。聞いてもらってもよいですか？俺、何？みんな、私、光一くんには、たくさんお話聞いてもらってるんです。家族のこととか、友達のこととか、いつも夢の中で。そして、いつもアドバイスしてくれるんです。助けてくれるんです。あなたに初めて電話した時は、珍しく光一くんから話しかけてきてくれて。この電話番号にかけてごらん。って。だからてっきり、現実に会えるんだ。って嬉しくて。でも電話に出たのは女の人だったから、ちょっと不思議でした。そう思った時に、あなたが電話に出てきたんです。声も同じだったんです。だからあなたを光一くんだと思った。嬉しかったんですよ、わら。でも、冷たい反応だから、ちょっとショックでした。2回目に教えてくれた番号も、きっとあなたが出る、って確信してました。そうしてやっぱり電話に出てくれたのがあなたで、光一君は、すごいなーって思ってました。でも何も起きなくて、あなたもやっぱり冷たかった。
だから次に光一くんと夢で会った時に、私、光一くんに怒ったんです。もう二度と信じない。で、それからしばらく、本当に夢でも会えなかった。ずーっと後悔してました。謝りたくて。そんな時、昨日の夢に、光一くんが出てきてくれて、この人とお話してごらん。仲良くなれたら、僕にも会える。これで最後。そう言って電話番号を教えてくれたんです。だからお願いします。一度でいいから、会って、お話してください。こんな感じのことをすごい力説された。冷静に。でもやっぱり心揺れない。怖いもん。何？夢って。誰？光一くん。なんで俺の番号を教えるのよ。てなわけで、俺。わかった。聞いた。でもやっぱり無理。みんな、無理ですか？すごいがっかり声。俺、次光一くんが番号を教えてくれても、かけてこないでね。みんな、これで最後って言ってたから、きっとしません。ありがとう。俺ハイワイ、頑張るんだよ。で終了。以上で話は終わりです。あれから7年。もう電話は来てません。今でも知らない番号から電話が来ると、ビクッとしちゃう。昔のことだから、会話とか 100% 再現できてるわけじゃないです。でも、当時の感情とか、皆さんの口調内容は結構合ってると思う。以上、長々と失礼しました。はぁ、すっきり、わら。あなたと港の間に生まれるはずだった子供が、光一くんだったりして。寝る前に覗いてみたらレスがたくさん。ありがとうございます。皆さんにレスをするのはあれなので。会えばよかったのに。というのは、当時相談していた友人からも言われてました。可愛かったらむしろラッキーとか。でも、やっぱり気持ち悪さが強くて、そういうノリにもなれませんでした。また、618さんのような意見もちらほらありました。身の姉にも言われました。でも、もしそうなら、もう少し方法考えなさいよ息子、と、あと、僕も、私も、こういう電話あったよ、という方がいると安心です。やっぱり板電だったのか、と思えるので、そっちのがまだ納得できます。それでは、何度も失礼しました。おやすみなさい。寝れなくて見てた携帯からすまん。光一くん話と同じのをどっかで見たことがある。もしかしたらここのまとめかもしんない。全く同じで気味悪い。コピペじゃないよね。661。でもググっても出てこなかったぞ。661。全く一緒なの？不気味だなぁ。寝る前に見るの癖で、わらまた携帯からすまん。665、666。まんまなんだよ。女の子から、夢で光一くんに教えてもらった番号にかけました。って何回も電話来る体験談、このスレ見てるやつで覚えてるやつは他にいないか？ 705、ググっていたら見つけた。光一君の話これかな？はい。謎のいたずら電話が来た。もしもし。ちょっと長いけど、4年ぐらい前の話。当時の彼女に電話が来た。確か非通知。彼女が強強出たんだけど、何言ってるかわかんないから俺に交代してって言われて交代した。んで？俺？もしもし？相手？あ、光一くん。若い女の子の声で、そして楽しげ。俺？いや違うけど、あなた誰？相手？私？ゆかです。あの光一君ですよね？俺？いや違うんで、じゃあ？って切ろうとして、じゃあって言いかけたら、ゆか、待って待って、そっかそっか、ちょっと待って、と言われた、なんだよ、と思ってたら、ゆか、あの私、昨日夢で光一君に会ったんです。その時に、この番号にかけて、って言われたんです。俺、ほうほう、それで？ゆか、だから、ゆかのお友達になってください光一君がくれた運命だし、って言われた。でも俺、少し面白くなってて、光一君について聞いてみた。したら返事は、ゆか、いつも夢でお話してて、
いろんなことを教えてくれる人です。でも顔を見せてくれなくて、天使みたいな人？この前もこうやって電話して、お友達ができたんです。だから私こういち君が大好きで、言うこと聞かなきゃ、って思って、こんなこと言い出した。だからね、やだ。って言って切った。常に乙女キャラでおっかなかった。今なら暇だから、友達にもなるのに。ネットで見つけた怖い話。第6515は、妨害、小学5年から同じクラスになった S ってのがいた。そいつ、うちに3回遊びに来ようとしたんだが、いずれもうちに入ることができなかった。一度目、夏休みにうちに来ると言ったので、玄関脇の居間で待っていたんだが、ライズ、夜に電話してみると、言って何度もベル鳴らして叫んだけど出てこなかった。と。まあ、めんどくさくなってこなかったんだろう。当時の親は言っていた。ちなみに、もちろんベルは故障してないし、今には家族もいた。二度目、S 以外に男女5名で、うちに来ることになっていた。ベルが鳴ったので玄関に出ると、S 以外だけが来ていた。聞いたら、ある女子が、さっき、どっかのおじさんが私に話しかけてきて、あの子、S、のお母さんが事故だから、教えてあげて、って言われたの、と。それを女子から聞いた S は、急いで自宅に帰っていった。だが結局、何もなし。こなのうち、後ろを歩いていた女子二人が、そのおじさんを確かに見たというが、S に告げた時には、もういなくなっていたとのこと。三度目、俺が風邪で熱出して、二日三日休んでいた時、S ともう一人が来たようなのだが、うちのすぐ目の前で S だけ事故に遭遇。ひどいぶつかりようだったので、すぐ救急車が来て運ばれたが、不思議と怪我はなかった。そんなこんなで結局、S が俺をなんとなく遠ざけるようになり、疎遠に。学校でもあまり話さなくなり、そのままとなった。それから15年くらい後、たまたま分かったことですが、うちは、地元では結構有名な武士の家系なんだけど、大昔、うちと仲がよろしくなく、150年ほど前に半旗を翻して、ちょっとした抗争を起こした家ってのがありまして、それが S の先祖だった。判明してから S のことを思い出して、びっくりした。ネットで見つけた怖い話。第6516は、鳥と魚。あまり怖くないけど、とにかく変な感じだったので記録代わりに書く。3月末、近畿地方のある山の中に行った。撮影とか調査とかしながら、川を遡った。邪魔にならないように、岩にもたれて立ってたら、ズンって地響きがした。その後もズン、ズンってゆっくり揺れる。地震ってほどでもないし、遠くの工事現場から葉っぱの振動が伝わってきた、って感じでもない。それは以前経験した。他の連中は、揺れを感じてるやつと感じてないやつがいた。しばらくして、先行して下見してたカメラマン助手が帰ってきて、見たことない大きな鳥を見たって言った。山の上ギリギリを、さっと飛んでたらしい。わしとかとは全然違って、胴体の割に羽が小さい感じがしたっていう。まあ、猿かなんかを見間違えたんじゃないか、ってことになった。その後、上から降りてくる釣り人に会った。金魚区なんだけど、普通、密漁者はこそこそして、顔も見せないんだけど、そのおじさんは、ものすごくほっとした顔をして近づいてきた。奥の沢で釣りをしてたら、向かい岸の大きな岩がぐらって横に揺れたっていう。見間違えたかと思って釣りを続けていたら、川の水が一瞬すごく透明になって、そこの岩とかが全部浮いて見えたんだそうだ。その後も、見たことないような魚の影が見えたりしたから、頭がどうかなったのかと思って引き上げてきた。という、狐に化かされてるかもしれん。と言って、カメラマンからタバコもらって、ふかしながら降りていった。後から気づいたんだが、カメラマン助手が見たっていう鳥と、釣り人が見たっていう魚の姿が似ていた。
胴体が丸い。すごく素早い。頭が大きい。っていう共通点があった。何だったのかよくわからんが、こんなこと初めてだったんで書いた。830。密漁おじさん、山の中で化かされている時はタバコの煙が有効って、知ってたのかな。832。狐に化かされたと思ったらタバコ、っていうのは、この辺りではすごく当たり前のことなんだ。今でも、夜中山道を歩いてたら明かりがついてくるから、タバコつけたら消えた。とか、どこまで行っても同じ道だからタバコ吸ったら目的地に着いた、とかいう話を当たり前に聞く。先祖が鬼だっていう家も普通にあるし、日本昔話みたいで、ちょっと不思議なところだよ。ネットで見つけた怖い話。第6517話、まだ恋しなかは。まだ恋しなかは遠のきて。消えた言葉と、答え、汽笛の音は、悲しい小玉。124がわからん。130、怖いというよりただの怪文。ネットで見つけた怖い話。第6518話、幼馴染みからの手紙。俺と勇気とあずの三人は、小さい頃からの幼馴染みだ。三人の親の仲が良かったので、家族ぐるみでの付き合いをしていた。俺たちが中学2年生の時、あずの母親が交通事故で亡くなった。あずとあずのおじちゃんはとても泣いていた。しばらくすると、あずはあずのおじちゃんの実家に引っ越していった。それから一年くらい経った頃、あずから俺と勇気宛てに手紙が届いた。俺と勇気へ。楽しい季節もあっという間に過ぎますね。私は、元気です。けれど、こっちの生活にも慣れないといけなくて。ちょっと大変。そういえばあの秘密基地、人間が三人入れたよね。あと猫、ロックって名前だったね。ちっちゃくてさ、連絡あんまり取れなくてごめんね。また送る。PS。ちなみにこの手紙は父と一緒に書いてます。また会いたいなぁ。あず。手紙を読み終わった後、勇気が疑問ありきな顔でもう一度手紙を見せてくれと言った。手紙を渡すと、食い入るように読み。やばい。と言った。俺ももう一度手紙を読み、理解した。すぐに両親に事情を話し、急いであずの元へ向かった。181。ダメだ、わかんねえ。196。楽しい季節もあっという間に過ぎますね。私は、元気です。けれど、こっちの生活にも慣れないといけなくて。ちょっと大変、そういえばあの秘密基地、人間が3人入れたよね。あと猫、ロックって名前だったね。ちっちゃくてさ、連絡あんまり取れなくてごめんね。また送る。おこの最初と最後を抽出すると、助けて父に殺される、になる。今日のオカルトスレ。死ぬほどシャレにならない怖い話を集めてみない？かがように生贄を。リンク。子供の頃家の2階で寝ていて、夜中に物音で目を覚ました。階段から誰かが上がってくる音で、部屋の前で止まった。気配はあるがドアが開かず、親かな？どうしたのかな？と思っていたら、また下から誰かが階段を上がる音が聞こえた。今度は祖母かな？と思っていたら、また部屋の前で止まった。そしてまた下から階段を上がる音が聞こえてきた。降りる音は聞こえない。ここで怖くなり布団をかぶった。それから一睡もできず、階段を上り部屋の前で止まる足音は朝まで続いた。日が昇る頃になると階段を上る足音はしなくなり、気配も消えた。誰に話しても、夢でも見たのだろうと信じてもらえなかった。その日の朝、
隣の家の犬が死んでいたらしい。うちと同じだ。小学卒業の頃親父が入院して、同時に引っ越しをして、中学入学とほぼ同時に親父が病気で死んだ。母親と俺と弟と2階の部屋で寝ていたある日、夜中にふと目を覚ますと隣で母親が体を起こして階段の方を見てる。どうした?と聞いたら、誰かいる。って怖いこと言い出した。でも階段の下の方あたりから確かにギシって音が聞こえた。で、その音は一歩ずつゆっくり上がってきているようだった。階段の途中頃まで足音が上がってきて。俺は、もう怖さに耐えきれずに襖を少し開けて階段の電気つけてから。誰だ?出てけ。って勢いよく襖を開け放った。でも誰もいない。私が生まれて間もない頃の話。なぜか記憶があるのです。夢かもしれませんが。赤ん坊の私が病院のベッドに寝ていると、青空が見える窓の外から、火に包まれた落ち武者風の男の首が、病室の中に入ってきた。不思議と恐怖はなかった。病室には誰もいなくて、音もなかった。その首は目を見開き、何かをブツブツ言いながら、天井に近い高さの室内を大きく円を描くようにぐるぐる回った。時間の感覚がなく、どのくらい続いたかはわからない。ある時私の真上で止まったかと思うと、ゆっくりと降りてきて、私の胸の中に入った。その後呼吸が苦しくなるところで記憶は途切れている。気になり母にその頃何かなかったかと聞いたことがあって、母曰く、生まれた次の日に呼吸ができなくなり、生死の境をさまよったことがあったらしい。その数年後の昨日、夢にその首が出ました。笑っていました。いつか書こうと思ってた話をようやく書こうと思う。私が中学生の頃、当時は不良で夜打ち抜け出して一晩中街灯もない街にいるとか心霊スポット行くとかしてたから怖い話にも耐性はついてたはずだった。ちょうどお盆の頃だ、家族でお墓参りをし、久々に会った親戚とかもいて疲れてた。親戚も帰り、片付けも終わったからそろそろ寝ようと布団に入る。だいたい日付変わる前くらいかな?布団入るまでは眠かったのになぜか寝つけなかった。うとうとしつつ、なぜか熟睡できないでいたんだけど、急にハッと目が覚めた。生まれて初めて感じた感覚、部屋の空気が一気に重くなって、月明かりで若干見えてた部屋の中が見えないくらい真っ暗、というか真っ黒?になった。54の続き。ほんと、目隠しされてるくらい真っ暗。いつも聞いてるカエルの声とか風の音が聞こえなくなった。心の中でなぜかなんとなくやばいと思って心臓バクバクしつつ息を殺してた。10分くらいかな?わかんないけど、数分経ったあたりから、きしむような音に気づいた。階段だ。階段を誰かが登るときになるようなきしむ音。それが聞こえてきた。ものすっごくゆっくり、誰かが階段を登ってきてる。2階は姉と自分の部屋しかなく、階段を挟んで左右に部屋がある。姉は自分と一緒に部屋に上がってきたから、こんな時間に階段上がる奴はいない。55の続き。2階は姉と自分の部屋しかなく、階段を挟んで左右に部屋がある。姉は自分と一緒に部屋に上がってきたから、こんな時間に階段上がる奴はいない。怖くて怖くて、2
目を閉じたままタオルケットをかぶる。タオルケット薄いから頼りないけど W。きしむような音は一段一段ゆっくり上がってきてる。ぎし、ぎし。もうね、このまま気絶したかったよ W。どうしようどうしようと焦ってる間にも、何かがは確実に上がってきてる。そんな時、パッとひらめいた。今お盆だから、死んだじいちゃんが帰ってきてるかも。W。そう思って心の中でじいちゃんに助けを求めた。じいちゃん、なんかいる。助けて。56、の続き。効果なし。W。階段を上がり終えた何かの気配が部屋の前にある W。じいちゃん WW。そのまま何かが部屋に入ってきた。もちろん目は開いてないから気配がするだけだけど。その気配はゆっくり部屋の中を徘徊してた。なんとなく動いちゃダメな気がして、じっとしてた。多分その間数分だろうけど、自分には1時間くらいに感じた。するといきなりふっと暖かい風がおでこに当たり、緊張の糸が切れた。それと同時に何かの気配が消え、カエルの声も風の音も聞こえる。ゆっくりとタオルケットから顔を出すと、月明かりで部屋の中が見える。すべてがいつも通り。57、の続き。今だ、と思い、ベッドを飛び出して1階の両親の部屋に向かう。ベッドを飛び出した勢いでテーブルに小指をぶつけ、テーブルの上のスプレーやらペットボトルやらが全部倒れたけど気にしてらんない。一目散に両親の部屋に行き、母親を叩き起こし事情を説明すると、とりあえず落ち着くまで付き合ってくれることになった。二人でリビングに行き、母親はホットミルクを出してくれた。そういえば、夏なのになぜか寒く感じたなぁ。時計を確認すると、午前4時前。そのまま何をするわけでもなく、だらだらと話しながらホットミルクを飲み終えた。58、の続き。はっと気づいたら自分のベッドに寝てた。わけがわからない。さっきまで母親と話しながらホットミルクを飲んでたはず。時計を見ると、午前8時半。ああ、夢か。W。と思い、リビングに行き一応、母親に聞いた。ねえ、昨日夜中、私お母さんのこと起こした？ええ、起こしてないよ。夢じゃないの W？ あはは。やっぱそうだよね W、 すっごいリアルだったんだよ。ああ、夢か。よかった。ってことは、階段を上がる。何か、もう夢か。よかった。そう思って安心した。今日は彼氏と会うから、ネタになる W。怖がらせて怖がらせて、夢落ちとか定番だなぁ W。とか考えながら朝食を済ませ、ニヤニヤしながら部屋に戻った。59、の続き。自室のドアを開けた瞬間、目を疑うとかこのこと。寝起きには気づかなかったが、テーブルの上のペットボトルやらスプレーやらがすべて倒れ、ごちゃごちゃに散らばってた。そのままリビングまでダッシュ W。 母親にもう一度同じことを聞いた。しかし返事は一緒だった。その時ちょうど部屋から降りてきた姉にも聞いたが、姉も昨日の夜中から今起きてくるまでは一切部屋から出てないとのこと。ちなみにテーブルはベッドから少し離れてるため寝てる間にとか寝相でとかはない。未だに不思議でたまらない話。自分的には怖かった体験。そしてもう一つ、母親に言われて気づいたんだけど、
夜中の暖かい風はもしかしてじいちゃんじゃないかって。じいちゃん、よく頭撫でてくれてたんだよね。以上、長々とすまん WW。母ちゃん起こしたはずが知らないって方が前半より怖い W。好意的に解釈するなら、じいちゃんが助けてくれて落ち着くまでいてくれたのかねー。じいちゃん会いに来てくれたんやな。間違えて SC の方に書いてしまったので貼り直し。GW に帰省した時にうちの母、50代、から聞いた話が怖かった。母は秋田県の人で、若い頃はレディースみたいなのに入ってたりしたらしい。もう30年以上前、その仲間と一緒に、あちこちに肝試し行ってたんだと。秋田県の花岡事件があった場所が当時の流行りだったそうで、そこに行った時の話。現地に着いたのは真夜中だったそうなんだけど、そこはいわゆる廃墟で、スーパーとか映画館、もそのまま。街全体が形そのままに廃墟になってたって。奥に進むと、コンクリで作られたバカでかい団地みたいな建物とかもあったそうだ。今で言うドキュンな人たちだったらしく、車で進む面白そうなものがあれば降りるラーラー騒ぎながら見て回る飽きたら車へ。みたいな感じで寄り道しながら進んだらしい。雑草がたくさん生えてて、声がすごくよく響いて山びこ状態だったそう。その廃墟団地に大声で話しかけると、死者が返事をする。みたいな噂があったので試したけど返事はなかったらしい。見上げるコンクリの四角い塊に無数の窓枠の黒い空洞を見て、あっちに人影見えた気がする、とか言いながら楽しんだそうだ。ちなみに最終目的地は廃墟でなく、その奥の温泉。それぐらいの年代のやんちゃな人たちはみんな知ってるコースで、花岡の廃墟からさらに進むと温泉があり、そこの壁には女性の形のシミがあるという噂。廃墟だけで帰ってくるのはビビり、温泉まで見に行ったらまあまあ、入浴までしたら神、みたいな妙な格付けもあって、母たちは入浴する気満々でお風呂セット持参してたらしい。続き。すごくわかりづらい場所だったけど、でも温泉はあったんだって。天然の水場とかではなくて、一応ちゃんと人の手で作られた入浴施設。ボロボロの掘った小屋みたいなのがあって、引き戸は壊れてるのか外して立てかけてあって、入浴料が書かれた錆びたバケツが裸電球と一緒に天井からぶら下がってるっていう。母ちゃん曰く風情あふれすぎる作りだったとか。その奥に4人ぐらいが入れるぐらいの浴槽がある感じ。露天ではない。だったらしい。ちなみに混浴なのか、お風呂は一つしかなかったって。コンクリートで固められた壁には確かに人間ぐらいの大きさのシミがあったらしい。でも、言うほど人間の形か?って思ったって。遊びに行ったみんな、全員女性。で、これが人間の形って言ったやつが一番ビビリだよねとか笑ってたんだけど、その中でも一番気が強い人が、お湯おばさ。とそのシミにぶっかけたらしい。たたられるんじゃないのとか盛り上がりつつも入浴を終えて服着てたら、一人がシャンプーか何かを浴槽の縁に置きっぱだったことに気づき、もう一度浴槽側の方に行ったんだって。それでシミを見たら、さっきと明らかに形が違う。他のメンバーを呼んで一緒に見たけど、形が変わっている。さっきぶっかけたお湯の形とかとは全然関係なく違ったらしい。なんとなくみんな気味が悪くなって、温泉からすぐに出て車に乗り込んだって。来るときはあんなに騒いでたのに、
みんな一言も喋らず無言で、寄り道もせずに車に乗ってたらしい。続き。廃墟の団地のところを通ったとき、車の窓越しにもわかるぐらい大きく叫ぶ声が聞こえたんだって。え？何か聞こえない？って運転手が減速したんだけど、有名なスポットだから他の人がいるのかと思ったらしい。他の子が、いいから急いで帰りたい。腹減ったし。って言って。普段ならそこで冷やかしが入るんだけど誰も冷やかさず。速度を戻してそのまま地元へ直線。途中でインスト起こしたり、道迷いそうになったり、走ってる途中にエンジン、体がガガって音がしたりしつつも、みんな最低限のことしか喋らずにまっすぐ帰ったって。その後メンバーの家で酒盛りしながら感想を言い合いながら、徐々に普段のテンションを取り戻してたらしいんだけど、当然最後の謎の叫び声の話になって、お前ビビってたんだろ、腹が減ったとか嘘だろ、って一人が冷やかしてたら、あの声、やまびこになってなかった。自分たちの時はちょっと声張るだけでめちゃめちゃ響いてたのに。って言って、みんなそこでまた無言になったそう。話はこれで終わり、あんまり怖い話とかしない母なんでなおさら怖かった。面白い。熊本地震の前に起きた不思議な話をしてもええか？待ってます。俺の祖母が福岡に住んでて、いまいち人暮らしをしている。確か GW の早朝に祖母はお仏壇の奥物にリンゴを置いたらしく、祖母がキッチンにいた時に、突然リンゴが落ちてしまい他のお供え物も落ちたらしい。祖母によると落ちた当日は風は吹いてなかったらしい。そしてその夜にでかい地震が来たわけです。まさか終わり？シャレに並んでこれは、リンゴに怒ってあの地震が引き起こされたのか。多分お仏壇のことだから先祖の警告かもしれない。その日は晴れてたんだけど、祖母は夕方に夕日を見たんだけどいつもの夕日じゃなく、太陽のような真っ赤な夕日だったそうだ。昔、家族で5階建ての団地に住んでました。住んでいた部屋は3階。その頃に体験した出来事を。俺が中学2年の夏休み。その団地は古い市営住宅でリビングにエアコンがないので夏はいつも窓を全開にしていたんだが、外から子供の泣き声らしき声が聞こえたのね。時間は夜10時前。ベランダに出ると上の方から聞こえるから、同じ棟の上階からだとわかった。最初は、粗相した子供をベランダに締め出したんだな、って思った。そういうのは時々あったから。夜10時ってのが少し夜更けすぎかなとは思ったけど。子供の声は、お母さん、入れてよー、とか言ってるようにも聞こえたけどすぐにやんだ。3分もなかったと思う。で、それから15分くらい経って、うちの棟の下にパトカーが来た。夜にサイレン鳴らしてくるんだから住民はびっくりだよ。母は、事件だったらどうしよう、とか言いながらやじ馬に行った。俺は、次の日部活の朝練だったからやじ馬に行かず就寝。なのでここからは母から聞いた話。110番したのは5階に住んでいる家族だった。あの声の発信源はそこのお隣、角部屋、だったらしい。奥さんが隣から子供の声がするのを聞いてベランダ越しに覗いたら、隣ベランダで裸の子供が泣いていたので通報したと。で、その隣部屋ってのは空き部屋なのね。その子供、無人の真っ暗な部屋に向かってお母さん、とか言いながら泣いていたそうだ。警察が空き部屋を調べたけどドアもベランダも施錠されてて人の侵入した形跡はなかったらしい。
子供は奥さんが通報した後にサイド隣を覗いたらもういなかったそうで、結局発見されなかった。うちの塔のうちより上階で幼い子供のいる家庭はなかったし、通報した家族にも高校生の兄弟だけだったので、消えた幼児は実はその家族の、ってのはないと思う。当時は団地全体でちょっとした騒ぎになったよ。団地自治会でも問題として上がったそうだし、母から聞いた。話を聞きつけた若い連中が肝試しのつもりで夜中に団地にやってきて騒いだりとかあった。まあ騒ぎになって当然なんだけどね。俺含めて何人もの住民がリアルタイムで泣きじゃくる声を聞いていたんだから。4年くらい前の話なんだけど書いてみようかな。高校生最後の夏休みの話です。福祉課に入学したんですけど、毎年夏休みを使って実習に行くんですよ。その日も実習があって、夜勤実習が終わって帰りのことでした。もう少しで家に帰れる距離になって、信号待ちしていると横を結構大きめの車が通り過ぎて、そこから女の子が顔出してたんですよ。自分も夜勤明けのぼーっとした頭で、ああ、上が開くタイプの車なんだなーって思って見てました。それで、ある程度距離が離れたあたりで異変が起きました。女の子の頭が縦に、頭頂部が下になるような感じで半回転して、自分の方を見てきたんですよ。それで似合って笑って消えてしまいました。何が起こったのかわからなく硬直してると、後ろから耳元に、あなたじゃない。ってはっきりと言われて、振り返ることもできずにただただそこに棒立ちでした。はっと気がついたら怖すぎて半泣きで家に帰りましたとさ。特にそれから何の異変もありませんでした。稚拙な文でわかりにくいかも、すまそ。医者だった祖父が、とある山中の無医村に赴任した時の話。祖父と祖母の家に預けられる形で、当時6歳の俺も一緒にその村で暮らすことになった。喘息持ちの俺の天地療法も兼ねていた。初日から村を挙げての大歓迎だった。鎮守の神だという蛇、蚊が、お祭る神社で盛大な祭りが催され、神様のご加護、神様の目印、として玄関先と裏口に巨大な鈴のついた幣束が取り付けられた。診療所兼住宅として与えられた建物は真新しく、わざわざ整地した土地に新築されていた。俺の喘息の発作はみるみる落ち着き、村の者は、蚊が、蛇、様のおかげ、だと口々に俺に説いた。一懐っこい村の子供たちともすぐに打ち解けたが、すぐに不可解な噂を耳にすることになる。俺くんは良いのう、蚊が、蛇、様がお迎えに来ると母ちゃんが言いよる。その意味を祖父母に問いただしたが、祖父母は顔を曇らせて、お前は何も心配するな、とだけ。そういえば前よ、日が暮れるなり家全体が締め付けられるようなギギギ、家なりが気になる。祖父母には、新築の木造家屋はそういうものだ、と説明されたが、一度気になると恐怖しか感じない。だがやがて俺と祖父母は、蚊が、蛇、様のお迎え、の本当の意味を知るところとなる。台風の近づいたある晩のことだった。血相を変えた父と兄が、祖父母と俺を迎えに来た。困惑する祖父を父が殴りつけ、声を殺して、すぐに逃げろ、と俺たちを車に押し込めた。翌日上陸した台風により、山肌を押し流すような地滑りがあり、集落は土砂に飲まれた。ただ一軒だけ無事だったのが、祖父母と俺たちのいた診療所、だがその姿は異様なものだった。すべて窓や出入り口が、中から脱出できないように外側から缶抜き、と鎖で固められていたのだ。
勘の良い人には分かったと思う。俺たち若が、蛇、サマヘの供物で、鈴や閉塞は生贄の目印だ。供物の俺たちに逃げられたかが、蛇、サマの怒りか否か、村人たちの住居は一見残らず土砂に飲まれていた。俺たちを生贄にした安心感からか、村人たちは車で小一時間の避難所へ行くこともなく、皆自宅で亡くなっていた。よう、面白かったオツ、ほんでどこの話？方言でバレるかもだが山陽です。なるほど山陽か。馴染みないからかもしらんが神秘的なイメージあるわ。面白かった。と言ったらダメなのかもしれないけど、面白かったよ。西日本はいろいろあるんだなぁ。この間の夜、田舎の方に自転車で行ってきたしんだが、道中線路があってそこで信号待ちになった。しばらく経っても電車が来なくて、左右を確認し寝てみたら青いライトが2本左右に立ってるのに気づいた。自分は、左側の青いライトの方で立ってたんだけど、右側の青いライトの下にチェックのシャツを着た男性がいた。男性は青いライトを下から見上げて何かブツブツ独り言をつぶやいてた。俺は、早く線路を渡りたくてイライラしながら何度も左右を確認してたんだけど、3回目くらいの確認の時に、右のライトの下にいた男性がいなくなってた。おかしいなと思いながら、気にせず電車を待ってると、やっと右側から電車が走ってきた。電車がもう少しで前を通過するので、前を向いてやっと線路を渡れるって思った時、右側のライトの下にいた男性が俺のすぐ左側に立っているのがはために見えた。そして、男性は俺を見ながら、カン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 、と、つぶやき電車が通り過ぎた瞬間すべてが消えた。俺は、一目散に線路を渡り、渡り切った後後ろを見たが誰もいなかった。文章だけだとそんなに怖くないけど、自分に置き換えて想像しながら見たらめちゃくちゃやばいなこれ W。想像して寒気した W。怖いわ W。シャレコアってほどではないけど、それっぽいのがシャレコアにあったのでこっちに。父は警察官、県警勤めで、しかも仕事の話は覚えてる限り2回しか聞いたことない。テレビ警察の取り物とか見て、こういうことあった？と聞いても、どうだろうな、手に押す。こういうことがあった、とか話したら関係者の身バレする可能性あるからだろうけど。で、仕事の話の一つは父が40歳超えた頃に、酔っ払って警察の特集見ながら、いい加減こそ泥追いかけるのもしんどくなってきた。ってぼやいたこと。もう一つは、心霊特集を見てるときに、家で暴れてた女が、窓から赤くて大きい人に見られて、家族が怖くなったとかわめいてたな、といったこと。印象的だったせいか、その夜夢で犬字型の赤い化け物に見られる夢を見た。左上の角が腰、右下部分が首で顔は目の部分と口の部分がくぼんでいて、目はまん丸。口は三日月形っていう。ぶっちゃけあれをリアルで見たらそりゃ正気じゃいられないわ、と思った。さっき、赤真似の話読んで、まさかこれか？と書き込んだ次第。でもあっちは無害らしいし、感染性もないみたいだから別なんだろうか。その女性が赤真似の話読んで、なんかの拍子にパニックになったのかもしれないけど。また父に聞いてみたけど、そんな話だっけ、とはぐらかされた。お前らだぞ。合格。久しぶりに読み応えのある話を聞かせてもらった。短いながらもうまくまとめられた良い文章。最後の一行も素晴らしい。
ありがとうと礼を言いたい。普段は忙しいため家族サービスとは無縁な私ですが、3年前の正月に都合がついたため千葉のホテルに家族を伴い宿泊しました。そこで昔の知人とばったり会いました。彼とは何年も音信不通になっていたため、再会できたことを喜び合いました。ちょうど仕事に行き詰まりを感じていた私は、その知人に相談することに。おかげで資金管理の仕方など仕事に関してかなり具体的な意見を聞くことができ、その年は順風満帆と言って良いほど順調な年になりました。それから1年後の正月、再び家族と共に同じホテルに行きました。するとまた知人とホテルのロビーで会ったのです。毎年このホテルで年末年始を過ごしてるとのことだったので、これも何かのヘリと今後の進退について相談しました。仕事はうまくいっていましたが、さらに大きくステップアップを目指したかったのです。彼は親身に相談に乗ってくれ、そのアドバイスもあってか年明け早々転職。都内で大きな仕事を任されることになりました。先日、その知人と連絡を取ろうと彼が勤めている出版社に連絡を取ったところ、彼は数年前に退社し、すでに亡くなっていると言われました。そんなバカなことがあるか、自分は実際に会っているんだ、と思わず声を上げてしまい。電話で応対した方も驚いていたようですが、念のため再度確認してもらったところ確かなようです。生前の遺言から近しいものだけでの密葬でした。では私が会った彼は誰だったのでしょうか。高校時代の俺の経験。今から書くからちょっと遅いかも。当時、俺の友人 A が住んでた団地には割とベタな階段があった。5年ぐらい前にそこの2階の住人が自殺したんだけど、その人は自殺当日の夜11時半頃にエレベーターで2階から8階まで上がって、そこから手すり乗り越えて飛び降りて死んだんだよね。ちょうど帰宅したサラリーマンがエレベーター待っててその一連のことを目撃していたそうな。で、その日から毎晩11時半頃にエレベーターが2階から8階に行きそのすぐ後に地上に何かが叩きつけられる音がするようになったという話。もちろんそれを聞いた時は作り話としか思わなかったんだけど、A が本当に怒るってしつこく言うから B と C を誘って一緒に見に行こうってことになった。それで当日、A の団地に集まったんだけどまず本当にエレベーターに誰も乗ってないのか確認しようぜってことになって俺と B が2階のエレベーター前で待機。A と C が8階のエレベーター前で待機することにした。その日は特に変な雰囲気もない普通の夜で俺たちは特に恐怖心もなくだらだらと時間が来るのを待ってた覚えがある。そしていざ11時半ごろ。2階のエレベーターのドアがゆっくりと開いた。中には誰もいない。ちょっと視線をずらすと、いつの間にか行き先上のボタンをされていたようだった。俺と B は思わず顔を見合わせたが当然それには乗らず、ドアはゆっくりと閉まってエレベーターはそのまま登っていき8階で止まった。俺と B 黙って待っていたが地面に叩きつけられる音ってのは特に聞き取れなかった。そのしばらく後に A と C が階段で降りてきて、C がエレベーターに乗って降りるのを嫌がったらしい。話を聞いたんだけど、やっぱり誰も乗っていなかったらしい。やべえマジじゃん。ってなったんだけど、幽霊そのものを見たわけじゃなかったから俺も B もあんまり怖くなかったんだよね。それで地面に叩きつけられる音はわかんなかったから、明日また改めて1階の落ちた場所に行ってみて聞いてみようぜって話になった。C だけは怖がって俺は、もうやめとくって言い出したから、次の日集まるのは俺と A と B だけということになった。次の日また集まった俺たちはその落下現場にいた。なんてことはない染みもないようなアスファルトの地面で、
A にここだよって言われても実際にどこかはいまいちわからなかった。そして11時半ごろ、エレベーターが上がっていくのをそこから見ていよいよかとなる俺たち。そのすぐ後に何かが前を通り過ぎたような風圧。どさっと重い塊がガタ叩きつけられたような音。生温かい何かが飛び散って俺の顔や服や腕にべったりと張り付くような感触。慌てて手のひらで顔を拭って確認してみたが特に何もついた様子はなく、腕も服も何の痕跡もなかった。しかし、その直後に猛烈な頭痛がして凄まじい吐き気に思いっきり嘔吐する俺。何度も何度も吐いてちょっとマシになった時、横を見ると A と B も同じように何度も吐いていたみたいだった。結局、その後は3人とも青い顔で A の家にお邪魔になり次の日には帰ったんだけど3人とも立ちの悪い風邪みたいな症状で3日ほど込みだ。ここからが後日談。と言っても語れることは少ない。俺たちが落下現場に行った日以降、九段の会はさっぱり起きなくなったそうな。もちろん俺は、確認しに行く勇気なんかすでになくあくまで話として聞いただけ。あと、俺含めて A と B は今でも元気である。上の状況からたたりにでもあったんじゃないかと当時は死ぬほどビビってたんだけど、その後なんともないから多分大丈夫だったんだろう。ただ、C は体調が戻って復帰した後は怯えた目で露骨に避けられるようになっしまった。怖がりの C には俺たちが何をやってそうなったか知ってるだけに怖くて仕方なかったんだろうなと今では思う。終わりです。よくある話だけどなかなか面白かった。俺もエレベーターでは以前恐ろしい目にあったから他人事とは思えないわ。何度も吐いて気持ち悪くなったのは、過度な電荷を浴びたからさ。人の魂ってのはプラズマでできているからね。結構怖かった。おつおつ。池袋から徒歩圏内、家賃3万という家に住んでいた。時は総的な、玄関が一箇所で廊下にそれぞれのドアがある、トイレも共同という。今ではなかなか珍しい物件である。当時はライブハウスで仕事していたために収入も少なく、また職場まで自転車で通えなくもないということで、友人からの紹介でここに住んだ。俺の部屋は2階で4畳半、友人は1階で3畳だったと記憶している。他の住人はどう生活しているかもわからない中年から老人で、全体的にくたびれた感じの人が多かった。そんなボロなところではあるが、なんとか生活にも馴染んでいったある日のこと。前日はたまたま漫画喫茶でゴーマンガを一気読みし、夕方手前に帰宅したと思う。玄関を開けると、床に赤い500円玉ほどの汚れが点々としていた。まるで血液のような色をしていた。一階部分は友人の部屋あたりまで、階段にもその汚れがあり、2階の自分の部屋まで続いていた。嫌だなぁとは思ったが、特に何も異変もなく。後日誰かが拭き取ってくれたのだろう、その汚れはなくなっていた。続き。ある日、友人と酒でも飲もうかという話になり、部屋から焼酎など2本ほど持って友人の部屋があった。そこで以下のような話を聞かされた。先日、頭のおかしい女がやってきた。黒髪ロングだがボサボサで、顔もいっちゃったような風貌。薄汚れたコートを着ていた。手首からがと思われる出血があり、刃物を持っていた。玄関を上がり、片っ端からドアをノックし、出た人に、どこ？どこ？と。作りがボロなので、そういうやりとりも部屋にいても聞こえてきた。出た人は皆わからないと答えるしかなかった。そして女が友人の部屋にもやってきた。友人は迷わずに俺の部屋を教えたそうだ。俺、その日漫画喫茶に行ってなかったらどんな目にあったんだろう。ただ何より怖いのが、そんな女がやってきて、なぜ誰も通報しなかったのだろう。話聞いてると、そいつと友達やめたら、笑。やっぱり？
www。友達がどうというか、すでにその女がまた来て刺されたりしたら本当にシャレにならなくなるぞ。肩の凝りが取れない。って患者が来た。見ると肩のところに女の首が取り付いてこっちを見ている。30代に見える。凝りの原因がわかったが、医者がそんなこと言うわけにはいかない。処方箋をキーボードで打ち込みながら、それとなく取り付いてる女に聞いてみると、一緒に会社を立ち上げ、病気で入院している時に、通帳から勝手に金を引き出され、無一文になってしまったらしい。それを苦にして自殺した。で、同じ目に合わせたくて取り付いているのだそうだ。患者が診察室を出ていく時も、背中腰に、絶対に離れない、と振り返って言ってきた。あの患者さん、どうしてんだろう。やだ怖すぎ。一緒に会社を立ち上げたけど、病気で入院した相棒の通帳から勝手に金を引き出して無一文にさせたのが、取り憑かれている患者ってことだよね。そうだとしたら自業自得だけど、全然関係ない人をターゲットにしているとしたら嫌だな。例と会話できるドクター、新しいな。自作また読みたいわ。払ったりせず、ただ淡々とどうしたかななんて書いてるところもいい。例が見えて話せるだけってリアリティあるし新鮮でいいぞ。やたら払ったり戦ったりするようなのは辟易だしな。祖父から聞いた一番印象に残った怖い話。第二次世界大戦の戦時中から戦後にかけてが青春だった祖父は、生まれつき足の向きがおかしくて歩け忘れどよほどまともな運動はできなかったようで。徴兵は免れて広島県で家族に養ってもらいながらなんとか生き延びていたそう。戦争が終わったけど祖父たちのいた広島は、原爆の影響もあって本当に地獄。だったらしい。よほど戦中だった頃の方が生活面も安全面もまともなほど荒れていたみたい。場所が良かったようで被爆を逃れていた祖父は破壊された電線の銅などを集めて生活を安定させていったらしい。裸足の弦に似たような話があったから。知らない人は読んでみてくれ。その頃の話なんだけど祖父はよく影がない人を見たって言ってた。夕方に一人で荷物を引いてる時とか昼間とか時間を問わず。当時の広島は被爆者の影が路面や壁に映り込んだ話がよく話されていたから、祖父は被爆して影を置き忘れて死んだ人たちなんだと思ったそう。やけに青白い顔して、ぼんやり立っているその人たちは本当に生きているみたいだったらしい。というより街のど真ん中で昼間から何もしないで立ち尽くしていても何の疑問も持たれないほど。食べ物も働く術も持たない生きた人間が多かったので影の生むくらいでしか生きてるか死んでるかわからなかったらしい。往生の間際まであの時代はとてもこの世ではなかったと話していた祖父の話の中で一番怖かった話。祖父の三回忌なので投下した。長文すまん。なかなか興味深いね。原爆関係の心霊話は、魂ごと消し飛ばされたのかってくらい少ないからな。核で死ぬと魂が残らないとかいう怖い話は聞いたことあるな。人に話したら、じゃあなんで幽霊が出るとか言われてるんだと反論されたけど、それは直撃で一瞬で死んだ人じゃないんじゃないかと思うんだが、じいちゃんの話をしたものです。反応あって嬉しいです。うちの家系ではじいちゃんを最後に戦争を体験した人はいなくなったから、怖い話でも戦争の話時でもいいからじいちゃんの体験を広めてくれたら助かる。ちょっと説教臭くなるから申し訳ないけど、怒りとかは忘れてただ怖かったってことは伝えていかないといけないっていうのがじいちゃんの考えでした。被爆者の幽霊が少ないっていうのは初めて聞いたよ。
個人的に思ったことは他人より顔見知りの方が多かった町なのに影のない人の中で知り合いがいたとは言ってなかったところは不思議だった。また機会があったら他の聞いた話も投下するよ。よろしく頼む。泣きばあちゃんも東京大空襲で疎開して今のところに住み着いたらしい。おかげで俺は、生を受けてるって考えたらすごいことかもしれん。うちの亡くなったじいさんは海軍だったが、フィリピンでの戦争の話はよく聞いたもんだ。終戦間際にもなると補給も全く来なくなり、水や食料を求めてジャングルを徘徊する。当然、それを狙って米軍が機関銃を水場に設置して待ち構えている。水を飲まなければ死ぬ、水を汲んでも死ぬ。誰かがおとりとなり、その隙に水を汲む。その極限の攻防はまさに生きるか死ぬかだったと。便乗して俺もじいさんから聞いた戦時中の話を一つ。うちのじいさんはパイロットだったらしいんだけど2回ほど墜落してるのね。その2回目のことなんだけどさ。その時は空戦中で翼をズタボロに撃ち抜かれて制御不能な状態になったんらしいんだよ。機体も大きく傾いて、これはやばい角度で地面に叩きつけられるって感じでさすがに死を覚悟したらしい。そしたら戦死していった仲間たちがどこからともなく現れて機体を支えてくれて体勢を立て直してくれたんだとさ。おかげで良い状態で軟着陸できて怪我もなかったらしい。その時これは命拾いをしたと思って助けてくれた亡き戦友たちに礼を言ったんだと。そしたら彼らから返ってきた言葉は、国のために戦えだとか米兵殺せだとかそういう言葉しか返ってこなかったらしい。その時じいさんは、ああ、死んでも楽にはなれず戦い続けるしかないんだなと悟り腹の底が冷え切るような気持ちになったそうだ。現世こそ全ての地獄が顕現される場所とは言ったもんだ。9年くらい前の話に MIXI っていう SNS がまだ会員の推薦による紹介入会のみだった時代に、大学のサークルに会員がいて入会することができた。生まれて初めての SNS だった。こともあって暇な時には携帯で開いてサークルを冷やかしたりプロフィール検索をして、同じ地域の会員と友達になったりしていた。その日も部屋に帰ってから MIXI を覗いてたんだけど、たまたま見たさびれたローカルサークルの掲示板に30分前の書き込みがあった。これから自殺するっていう書き込みで5人でやるだとか練炭だとかやけに詳細な内容が書いてあったから、冗談とも本気とも取れてなんだか薄気味悪かったのだけれど場所が一番驚いた。当時北海道道央のある町の大学に通っていたのだけれど、その書き込みだと通っている大学から車で15分あれば着く山で、自殺をするとのことだった。通報するべきだったけれどそんな書き込みどんなサイトにだって山ほどあって、その中で本当に自殺するケースなんて身近にはあった試しがなかったものだから少し気味が悪い程度に、思った。そのサークルはその自殺の書き込み以外はもう1年も放置されているような場所だったので、もちろんその書き込みに対する返答はなかったから俺は、いつするんですか?みたいなニュアンスで返答をした。5分ほどすると返答が俺個人のメールボックスに届いた。そのメールには今ですと書いてあり、車の窓をガムテープで、塞いで練炭に火をくべた。女が一人寝たみたいな細かい描写があって2ちゃんでいう実況みたいな雰囲気だった。さすがにもう気味が悪くなってブラックリストに入れようとその人のプロフィールを見たら俺がメールを読んでいる間に、大会処理をしていたようでまあよくある冗談だなと思いながら寝たんだけど、もう予想ついてるだろうけど翌々日にニュースで本当にその山で練炭自殺があったということを知って肝が冷えた。状況も俺が見た掲示板の書き込みとメールと同じで通報をしていれば何か変わったかもしれないとすごく後悔した。
ただ一つ救いだったのはニュースで報道された人数は男一人と女三人。俺に読んだ書き込みには男がもう一人いたはずだった。もともとその山は自殺の名所だったから誰かのいたずらとたまたま一致した事件だと信じて気持ちを落ち着かせた。中学の時、通学途中にネットでも出てくる割と有名な心霊スポットがあった。廃病院で、雰囲気はあるけど怖い話が伝わってるだけな感じ。怖そうとしたら誰かが死ぬとかそんなの。むしろ敷地に入る前にある、門看板の、入ったりゴミを捨てたりすると300万円の罰金、です。みたいな文章の方が怖かった。毎日の通学で見慣れてきた頃、入り口のガラスに、雷流、ってスプレーで書いてあったのが見えた。その時は度胸あるな、くらいにしか思ってなかったけど、その日の帰り道に門の前で警察と大人何人かが話してたのが見えた。廃病院の中で人が死んでたみたい。おじさんが、電気は流れてないんやけどねー。って言ってるのが聞こえて直感で感電死したんだと思った。結局死体は近所の高校生のもので、一時騒ぎになり、門に有刺鉄線がつけられた。雷流の字は消えてた。高校に入り廃病院の前を通らなくなった。悪い友達が増えて高架下の壁に落書きとかするようになった。ある日何人かで廃病院に行こうって話になり、場所も知ってたし得意げに案内して裏の塀を乗り越えて入った。しばらく探索しても何もなく、帰ろうとした時、一人画商を残すとか言ってスプレーを取り出した。中学の時見たのを思い出して嫌な感じになったけど、皆もう塀を登ってたし無視した。帰り道そいつが車に轢かれて目の前で死んだ。県外に就職して地元には長期連休とかでたまに帰る程度になった。帰った時にふと思い出し見に行くと門だけ残してさら地になってた。廃病院を壊す時に何人死んだんだろう。あいつはなんて落書きしたんだろう。オツです。シャレにならないほどではないかな。自分の周りで実際に起きたらガクブルだけど、何回か死んだことがある。軽自動車で信号待ちしていた時玉突き事故にあって、突っ込んできたのが 4T トラックだった。ことと最後尾にいたこともあってわけわからんくらい頭をぶつけて意識を失った時に、授業中だったり休み時間だったりのなんてことはない学生の頃の夢を見た。その夢の中で何度か意識がブラックアウトした時があって、意識が戻って落ち着いてから聞いたんだけど何度か心停止状態だったらしい。死ぬことって地獄行きだとか天国に行くだとかブッダになるだとかいろんな考え方があるけど、その場から自分が消滅するっていうことは確かで、そのことが途方もなく怖いわ。各国を旅していた時の話。とある国の奥地。普通では行ってはいけない場所、寄れない場所。降りてから少しばかり歩くと村がある。村といってもかなり原始的な村だ。小高い崖に横穴を掘り裂く思うけ住居にしている。これだけ言えばわかる人にはわかるだろう。そこに数日間滞在していた時の文明の危機を餌に仲良くなったヒゲ長から聞いた話。いろいろと面白い話を聞かせてもらったが特に興味深い話を一つ。崖の内部構造はビルのように1階2階とあり各層に部屋が数部屋あるが地下もある。地下の装飾した一室、そこの床下の木製扉を開けるとさらに下に地底へと続いているというのだ。どこまで続いているかは詳細不明。昔そこに入り込んだ者がいたが数日経っても戻ってライズ死んだ者とされている。他の村民が二人探しに行ったことがあるが内部はかなり険しくしたいらしきものはなかった。
途中で道が途切れたところで暗闇に光を向けるが何も見えないのででかい石を落としてみると遥か下で着水した音が聞こえる。その後、何かが近づいてくる音とともにこちらに迫るくらいの巨大な音がして怖くなり命からがら戻って穴を埋めたという。実際に行って木製の扉開けて見せてもらうと確かに埋め固められていた。嘘かどうかはわからないがとても印象深かった話。S さんという女性から聞いた話です。ある夜ベッドで寝ていると、金縛りに襲われてたそうです。ベッドのすぐそばに黒いスーツのような服を着た男が立っていて、てくれ、てくれ、と、ブツブツとつぶやいているのです。S さんは朝になって汗だくになって目を覚まし、昨日見た霊のことを思い出してみました。怖かったものの、てくれ、というからには、何をかをしてくれ、と頼みたいのかもしれない。何か私にやめてほしいことや、してほしいことがあるに違いない。そう考え、次の日は勇気を出して霊のつぶやきを聞いてみることにしました。そして次の日、やはり真夜中に金縛りに襲われ、ベッドの傍らに黒服の男が立っています。てくれ、てくれ。S さんは恐怖におののきながらも、強く目を凝らして霊を見、その言葉を聞こうとしました。そして S さんは、霊が何を言いたかったのか理解しました。その霊は、両腕が肩のところからなかったのです。てくれ、て、くれ、て、くれ。そうそうこういうのがいいんだよ。これぞシャレコアだな素晴らしい。への話ならもっと良かったが贅沢はうまい。鳥肌立った。明治初期に作られたとされているが、誰の手によるかもわからない木造の面。牢屋のようにも見えるが、若い女にも見える。しかし一切の表情がなく、能面として作られた割に信じようなのか円満のためなのかすらわからない面である。得意なのはな、なお今日笑い面という。今日ことがある時だけ、無表情なその顔にまがまがしい笑みが浮かぶという。ある旅館に残されている昭和時代の新婚カップルにまつわる記録。とても仲の良い夫婦で、初日は周囲の目を気にすることなく腕を組み、温泉も、混浴で入浴したと女将は苦しく書いている。二日目の夜、深夜に突然激しい物音がした。宿の者が駆けつけると、二人は死んでいた。夫は首を切りつけられ、畳には凄まじい鮮血。妻は自らの胸を突き、倒れていた。アンドンの薄暗い寝室、壁にかけた言われもわからぬ面、アンドンの明かりに照らされ、不気味な笑みを浮かべていた。突然の惨劇に混乱し、慌てふためく中、その不気味な笑みだけが記憶に残ったと女将は記している。面はすぐに古道具屋に売り払われたそうだが、その後どうなったかはわかっていない。出典ちゃんと書きなよ。個人的な記録なので、出典はない。失礼。元ネタ知ってるから言ってるんだけど、確かにググると出るな。電車に乗っていた時にちょうど窓の方を向いたら少し先のビルから人が飛び降りるとこだった。一瞬で景色は流れていったけどしばらく放心だったわ。俺が中3の時からだけど、急に金縛り。おしまい。